皆さんおはようございます。ぶっちゃけ丸です。今日はですね、とある切り抜きチャンネル3のですね、チャンネルで7月28日の動画ですね。後でね、URL ね、説明欄に貼っとくし、動画内にもね、貼っときますけども、チャンネル登録者数691人ということで、まだね、収益化されてないチャンネルだと思うんですけども、ガーシーのね、インスタライブのね、切り抜きをね、されてまして、この中でですね、ガーシーのそのある YouTuber へ警告、昨日のね、きりたんぽ東海オンエア徹夜の、ちょめちょめちょめ動画の意図は点点点というね、切り抜きっていうのがあってですね、この動画のね、上の方にある字幕には、喧嘩売ってくるやつらに警告やでっていうね、ガーシーらしいね、言葉遣いのね、どうしよう、これ書き込みがあるんですけども、これね、東海オンエアと桐たんぽさんの動画っていうのはだいぶ前の話で、知る人ぞ知るというかね、界隈では有名な話なんで、今更感があるよっていうことを、ね、言う人いるんだけど、YouTube のこの切り抜きちょっと見させてもらって、やっぱガーシーさんね、ガーシーとコラボっていうんですかね、これがなんかすごいハイリスクっていうことでね、ビビってんだろうなと、ね、だからビビってひよって、そのコラボできないんだろうなということでね、でその話の中で、いろんなね、こうオファーとかあったものがね、キャンセルになりましたよとかっていうのがあるのに、やっぱりね、淳って田村淳ですよね、自分からね、コラボを持ちかけてね、 YouTube でね、その動画を流すっていうね、それに関してはね、本当にすごくね、感動してたというか、本当にね、喜んでらっしゃってて、そうだろうなと、要は自分が斜めになって困って、そんな時にね、手を差し伸べてくれる人、こういった人がね、本当の友達であってね、信用できる人間なんだなと。でそうじゃない人間っていうのはやっぱりね、そういう関係なんだなということで、恨んではいないとは言ってますね、恨んではいないし、判断としては当然の判断だと言いながら、賛否両論っていう番組に関しては、2回オファーあって2回ね、断られたということで、3回目はね、仮にオファーがあってももう受けないよと、縁がなかったなというふうにね、動画内でおっしゃってました。言葉だけ聞くとね、それなりに忖度してるって言うと変だけど、愛憎な愛半ばみたいな感じですかね。可愛さ余って憎さ100倍って感じじゃないんですけど、もうちょっと冷静な感じですけど、ただね、レペゼンさんとか、田村さんに関しては、非常にこうね、信頼を置いてるんだな、感じてらっしゃるんだなってことだけはね、とても伝わる動画でした。他にもね、コムドットがシャネルの CM 出てどうのこうのっていうのも、シャネル買えるような年齢じゃない人たち、水商売でもやってないとね、なかなか手出せないような、そんなのに起用したシャネルの方に問題があるんじゃないかとかね、そんないろいろね、ガーシーの考えがわかる動画なんで、ぜひね、18分35秒の動画なんでね、ちょっと長いですけども、結構切り抜きで面白い動画なんでね、見ていただければと思います。よろしければね、まだね、691人の、チャンネル登録者数のね、チャンネルですからね、ぶっちゃけ丸チャンネルともどもですね、ぜひね、チャンネル登録よろしくお願いしますということですね。あと、やっぱりね、なんていうんですかね、ぶっちゃけ丸思ったんですけど、彼がね、本当に困った時に手を差し伸べてくれる人に対しての、信頼するっていう気持ちっていうのはね、
まあやっぱり普通の人でもそう思うんですよね。でその中で、まあ、彼がね話の中で出たのは、今ねこんなやばい、ね、ガーシーに絡もうとしてくるのは一発狙いの動画再生回数とかチャンネル登録者数、ね、一気に増やすっていうのはね、あの目指してる、まあ、狂ったやつらじゃねえかっていうね、それはそれで面白いけどねっていう話してて、まあ確かにそうですね。まあ要はなんていうんですかね、守るものがない人っていうんですかね、もうそれこそ YouTube で言う YouTube の無敵の人みたいなね、まあ、そういう人はねガーシーとね一発絡んでね、名を上げてやろうという人もねいらっしゃるのかなと思うんですけど、まあ出来上がってる YouTuber ですよね。まあ本当に登録者数がね数十万人数百万人みたいな人は、まあそのまあやっぱりビビってる、まあガーシーの言葉で言うとビビってるとね、ビビってるしひよってると、まあこういうようなねまあ言い方されるけど、まあその通りなんだろうなと思います。だから本当にチャンネル登録者数はね70万人もあるようなね、そのチャンネルの田村敦さんっていうのがね、その自らね、別にガーシーが頼んだわけでもないしね、そのチャンネルに対しての悪影響っていうのはね、まあ下手すれば一発赤番のね可能性まであるのに、自らね、コラボを申し込んで、しかもね自身のチャンネルで取り上げるということですから、まあ本当そのね、まあ男気をね感じざるを得ない。まあねレペゼンさんもそうらしいんですよね。あと麻生先生のこともね非常にね恩に感じてたようですね。やっぱまあご自身が出てね、チャンネルがバンされたということで、まあチャンネルっていうかあの動画がバンされたっていうことなんですけども、まあそれでもねそれ出させていただいたということでね、まあ非常に恩に感じてて、まあこの人はねお金も借りたりするんでね、まあ悪くは言えないのかなと思うけど、まあそういうふうに考えると、まあ麻生先生っていうのも非常になんか言葉っていうか上品な人ですよね。だから育ちがいい感じの喋り方される方で、まあああいうのはねもう本当に所作なんで、まあ昨日今日わざと身につけて演技してますよっていうんじゃなくて、根っからああいう感じなんでしょうね。まあガーシーもこれはこれで自然体でねいるわけですから、まあやっぱりね着飾ってどうのこうのとかね、その場が取り繕ってどうのこうのとかね、そんなものっていうのはね申し訳ないけど簡単に見抜かれるし信用もされません、ね、これはね今回の、まあ、ガーシーと、まあ、田村さんの話、前回動画出させていただきましたけど、まあ人間関係全てにおいて言えると思うんですよね。なんで、まあぶっちゃけ丸から言うとね、今回の件で、まあ、ぶっちゃけ丸はねまあ、ガーシーについてもねもともとどっちかというと否定的な立場でね動画作らせていただいたんであれですけども、まあこれはこれで一つねふるいにかけられて、まあ YouTuber っていうのはね、まあ、素人集団でね脇もあんまけりゃ危機管理能力も低いと、まあね活発していきましたけども、まあその通りだと思いますしね、まあ、YouTuber みたいなところで有名な人はね本当詐欺師まがいの人が随分いるなってイメージぶっちゃけまでもね思ってますと、まあはっきり言ってそういう点でね、まあ考え方は違うと思うんですけど、まあでもね友達のために他人のためにね自分の身をね犠牲にしてでもねこいつのために力になりたいっていうねその熱い友情みたいなものっていうのは多分やからだろうが普通の堅気のまともな人間だろうが親族だろうが、ね、友達だろうが、いろんな人との間でね、そういう人間関係があるっていうだけで、それはそれでね、すごく素晴らしいなと思うし、やっぱそういうね、人が人に惚れるみたいなね、その恋愛とかと違ってね、人を引きつけるようなものがあるとかね、そういうのが人間的なかっこよさなんですよね。っていうことで、まあそういう意味じゃガーシーもかっこいいのかもしれないですね。ちょっとまあぶっちゃけ丸はその人間というのはいろんな面を持ってるからね、はっきり言って悪いところだけつつき回りはねいくらだってつけますよ。いくらでも。でも
じゃあいい人、いいところばっかりつつきまくるってできます？まあ、それができる人は人格者ですよ、本当に、うん、人を褒めることしかできない人とかね、うん、ただその全てを内包してるんですよ、人間って。かっこいい部分、かっこ悪い部分ね。だけどやっぱり心の真ん中に何を置いてるかなんですよね。そういう意味でこのガーシーっていうのは根っからの悪人じゃないんじゃないかなね。そういうのちょっとね、ぶっちゃけも少し思うところがありましたね。ちょっと 見方が少し変わったっていうかね。やってることを賛成はできないけど、この人の、まあ、心の真ん中にあるものっていうのはやっぱり本当人を大事にしようとか、うん、敬意を払うとか、まあ、そういったことが根底にあった上で今の人生ずっと築かれてきたものがあるのかなっていうふうにね、まあ、考えさせられましたね、この動画見てね。まあ、やっぱりなんていうんですかね、第一印象だけでね、まあ、損する人もいっぱいいるし、まあね、決めつけちゃう人もいるんだけども、よくよく話聞くとね、あ、こういう面もあるんだ、ああいう面もあるんだってね、結構やっぱりいろいろ出てくると思うんですよね。少なくともその田村敦史さんがね、自分のチャンネル生命をかけてまでさ、コラボをする相手としてガーシーを選んでるっていうね、こういう部分も本当にね、ガーシーの評価にまあ、ほどプラスに働くんじゃないかなと思うし、まあね、もちろん田村さんにとってもそうだと思います。で、これでもしですよ、じゃあ田村さんのコラボをやった後にチャンネルがバンされない、あ、大丈夫でした、なんてことになって、あれ大丈夫だったらまたコラボしようかな、なんて思ってる YouTuber いたら、少なくても有名な YouTuber は恥ずかしいからやめた方がいいですよ。もう声かけらんないでしょ、恥ずかしくて。これで声かけるって言うんだったら、よっぽど何も考えてないんだなって思いますよ。まあ申し訳ないですけども、人間としてはどうかなって。まあ別にね、エンタメだからね、面白ければ人間性がクズでもね、構わないんだって、まあ割り切ってできるならいいし、ね、プロレスやりたくてさ、あえてね、ガーシーにさ、うざがらみしてさ、ガーシー怒らせたりするね、まあ、あの柴田戦法とかもあるかもしれませんけどね、ああいうね、うざがらみ戦法っていうの、まあそういうこともする気がないんだったら、もう本当に縁がなかったなって思うしかないんじゃないですかね。うん、まあただね、そういう YouTuber を注目して見てる人たちからすれば、ああ やっぱりこの人ビビってんだね、ひよってんだね、うん、だから簡単に手のひら返せるんだね、そう思われたねことに対しては簡単に払拭できないんですよ、うん、自分がね、やったことじゃないんだ、周りがそういうふうに言うから仕方なくそうなったんだ、ね、手のひら返した人たちはさ、みんなそういうふうに言ってたんだよ。それ手のひら返されて頭にきたっていう人はさ、聞いた、その話、手のひら返した人の言い訳聞いた、手のひら返された、返されたって頭に来てるだけでさ、自分が手のひら返してみたらさ、すげえ見苦しい言い訳してんじゃんね、同類なんだよ。その点ガーシーなんかね、手のひら返した人間のことを悪口は言ってませんよ。ビビってるとかさ、そういう、それなら悪口言っちゃ悪口に聞こえるかもしれないけど、人格攻撃なんかしてませんよ。まあ仕方ないなと、自分がこんな状態だからってね、言ってますよ。その代わりそれを 見た周りの人は、ああそうか、賛否両論の人なんてのは2回もオファーして2回も蹴飛ばしてね、3回目ないなってガーシーに言わせたんだな、もうね二度とね絡むことないんだな、そういうふうに思われた人たちなんだな、これは覆せない事実じゃないですか。ということでやっぱ人間関係大事にして考えましょうねっていう時には、時にはね、決断しなきゃいけないことあると思うんですよね。で、その決断がガーシーとコラボをキャンセルしましたっていう決断なんだから、あ、そういう決断をするメンタルの人なんですね、価値観の人なんですね、そういうふうにね思われるだけじゃないですか。まあそういうのを見て、
逆に田村さんのようにね、あのみんながそうやってねキャンセルするところを自分から手を差し伸べてね動画を作って YouTube で公開するという人間とどっちがねかっこいいかって言ったら、それは田村さんの方がねはるか上行ってますよねっていうのは一般人が見てもそう思うと思うんですよね。ということで今回のガーシーのこの、切り抜き動画ね、とある切り抜きチャンネルさんね、ちょっとね、リンク先貼らせてもらっていますんで本当に皆さんね見てください。それとねチャンネル登録もしてね、まあいろいろガーシーチャンネル切り抜きねいろいろ削除されてますけども、まあ、このチャンネルにもねぜひね頑張ってもらいたいなってねいうふうに思いましたということですね。本日もね動画残していただきましてありがとうございました。失礼します。